あなたに合ったフィットネス動画をご紹介、フィットネス動画紹介チャンネル、よっしゃー、はい、ということでね、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナルトレーナーの峯岸です。今回もですね、皆様にぜひともお勧めしたい動画をご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルはですね、フィットネス業界歴23年のパーソナルトレーナーの峯さん、私ですねが、世の中にたくさんあるフィットネス系 YouTube 動画の中で面白い勉強になる動画をご紹介する動画です。人のふんどしで相撲を取る動画です。ということで、今回も皆様のお力を借りてこの動画を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回の動画なんですけども、ラットプルダウンの基本的な使い方という動画で、チャンネル名が野上フィットネスフィールドさんというチャンネルですね。この野上さんって方なんですけども、パーソナルトレーナーの方なんですね。でスポーツクラブに勤めてらっしゃる方なんですけれども、まずすごくね、誠実さと丁寧さが伝わってくるようなお人柄を感じれるような動画になっております。でこの方のツイッターも拝見してるんですけども、すごく説明もね、細かくされてますし、すごい、さっきも言いましたけど丁寧なんですよね。っていう方なんで、すごくね、印象が良いなって方なんで、他のチャンネルもね、他の番組いっぱい作ってありますので、そちらの方もよかったらご覧ください。今回はね、このラットプルダウンの基本的な使い方っていうところの動画を、お話していきたいと思います。でなぜこれを選んだかと言いますと、やはりね、ラットプルダウンって、大体皆さんしますよね。絶対しますよね。で多分スポーツクラブでも人気の、ね、マシンの種目になっていくんですけども、やはりねラットプルダウンってね、皆さんもよく手軽に利用されるんですけども、正しくやってる方って非常に少ないんですよね。やはり何かしら間違ってる方、何かしらちょっと、もったいないなって方が多いので、やっぱここはねもう一度ね基本に立ち返って、こういうところを勉強して直してほしいなっていう思いで、今回これにスポット当ててみました。はい、でまず今回の、ね、動画の対象者なんですけども、まずやはり筋トレ初心者ですね。筋トレ初心者の方でも必ずラットプルダウンは、背中の種目の代表格なんで、必ずやると思いますので、筋トレ初心者の方に見ていただきたいという動画になっています。でラットプルダウンを始めてみたい方、始めてみたい方というかね、大体皆さんすると思うんでね、そういう方にやっぱりお勧めしたいなと思っております。でラットプルダウンで背中が効かずに腕が効いてしまう方、これ結構いません？ね、上から引っ張るんですけど もう手ばっかパンパンになってしまう方、これ結構ね、一番僕がトレーナーしてきた中で一番よく聞く悩みはこれでした。お客様で背中が効かへんね、なんか腕ばっかしんどいねって方結構いらっしゃったんで、そういう方はね、ぜひともこの動画を見ていただきまして、やはりね基礎からきっちりと使い方をもう一回勉強し直した方がちゃんと背中が効くようになってきますので、お勧めしたいというふうに思っております。はい、で今回の動画の勉強になるポイントなんですけども、まず1番目、ポジショニングを細かい手まできっちり説明されているということですね。でポジショニングって何かというと、やっぱシートの設定の仕方とかパッドの設定、あと座り方、握り方とかですね、そういうところを細かく説明されています。でラットプルダウンっていうマシンに関してはマシンなんで、こういうセッティングですごく大事なんですよね。結構皆さん適当に座ったりしてません？パッといてパッと座ってパッと引っ張ったりしません？それやっちゃうとね、意外とダメなんですよね。特にシート部分に関してはしっかりと座る位置とか高さとか固定ポジションを作らないと、やっぱり上から引く動作になってくるので、やはり下半身の部分が安定しないと広背筋で使えないんですよね。ですのでそういうポジションをしっかりと、細かくやっていきましょうということで説明されてますので、この点がすごく良かったなというふうに感じております。で2番目、動作の違いで背中に効くのか腕に効くのかの説明をされていると。先ほどね1個前に言いましたけども、やっぱ腕ばっかし効いちゃう方、ラットプルダウンが一番、これ一番大きな悩みなんですけども、そういう方がいらっしゃいますので、そういう方にはじゃあどうやったら背中に効いて、どうやったら腕に効いちゃうのかってことをちゃんと説明されてますので、これすごく勉強になると思います。で3番目、ラットプルダウンマシンを使う際のマナーの説明をされていると。これね、いろんな動画の中で僕一番いいなと思ったのはこのマナーの説明されてるんですね。ちゃんとマシンをこういうふうに扱いましょうねとかね、ちゃんと終わった後はこういうふうにしましょうねっていう、ちゃんとマナーをね、お話しされてるんで、この僕はマナーに関してはすごく良かったなと思っております。これもね、多分野上さんの人柄の良さが伝わってくるんですけども、やっぱこういうことをちゃんとやって、みんなでね、楽しく使っていきましょうねって思いが伝わってきますので、これトレーニングとは関係ないんですけども、やはりこういうね、気持ちの部分、精神面でもちゃんとしようねってことを伝えたいのかなと思ってて、僕はそこに非常に感銘を受けまして今回、挙げさせていただきました。やはりね、マシンのマナーは大事なんでね、皆さんちゃんと、ね、気持ちよく使えるように使ってほしいなというふうに思っております。はい、でね、今回の動画の補足説明ですね。
なんですけども、まず1番目、ラットプルダウンにおいて肩甲骨は寄せる意識ではなくて自然による意識の方が良いということですね。あの動画中もね、たびたびこの肩甲骨寄せてって話をしてたんですけども、まあ、確かに寄せることは寄せるんですけども、実はあんまりね、この寄せすぎちゃうと、どちらかというと菱形筋、だ肩甲骨を内側に寄せる筋肉とか僧帽機能に効きやすくなっちゃうんですね。で、広背筋は外側にある筋肉なんで、あんまね、寄せることよりも自然と引いてって、まっすぐ引いていって、自然と肩甲骨とちょっと裏に寄ってくるっていう意識の方が広背筋に実は入りやすいんですよね。やっぱりね、寄せるって意識はやっぱローイング系ですよね。横から引っ張ったりとか下から引っ張っていって、この肩甲骨を寄せることに意識した引き方、要するに脇を締めて引く引き方の方が肩甲骨を寄せる意識の筋肉は使いやすいので、そちらとでは分けた方がいいかなと考えてますので、ラットプルの場合はあんまり肩甲骨は寄せることに意識しない方がいいと私は考えております。で、2番目、サムアラウンドグリップで行ってましたが、サムレスグリップの説明も行った方が良いと。まずサムアラウンドグリップって何かというと、要するにバーベルをこう親指をしっかり巻き込んで握る方法、これサムアラウンドグリップって言います。まあ、サムって親指のことなんですけどね、これサムアラウンドって言うんですけども、まあ、動画中はこのサムアラウンドで引っ張っておりました。もちろんこれもね、初心者の方でしたらしっかり握らないと滑ったりしたら危ないのってことで多分握ってらっしゃると思うんですけども、広背筋に効かそうと思ったら、実はこのサムレスっていう親指を外して上から引っ掛ける握り方ですね、の方が広背筋には実は効きやすいグリップになってきますので、まあ、このサムアラウンドとサムレスグリップの説明もしてあげた方がいいのかなっていうのは感じました。で、最後3番目、ラットプルダウンはビハインドネックでやられている初心者の方が多いので、そのリスクや対応可能な肩関節の能力の説明があった方がいいかなというところですね。で、ビハインドネックって何かというと、このラットプルをね、これバーだとしますと、この後ろに引っ張ってる人いません？結構後ろに引っ張って、あの広背筋を効かそうという使い方で引っ張っている方が多分非常に多いと思います。で、そういうふうに指導されている方もいらっしゃるね、スポーツクラブさんであるかもしれませんけども、やっぱビハインドネックっていうこの後ろに引っ張る方法っていうのが、やはりね、実はあの肩関節の問題がある人、考えて肩が硬い人に関しては、それやってしまうとまず肩の負担も大きくなりますし、あと頚椎とかの負担もぐっとね、張りやすくなってしまいますので、あんまりやらない方がいいんですよね。で、やっぱりまずは前に行く方法、フロントですね、フロントのラットプルダウンの方が基本的には初心者の方に向いてますし、まあ、万能ですよね。肩の関節もそんな負担がかからないので、お勧めされております。で、ビハインドネックは基本的には肩がまず柔らかい方という前提でやらないとやっぱ痛める可能性がありますので、やめた方がいいですよって話をしておいてもよかったかなというのに思いましたので、今回付け加えました。はい、まあ、そんな感じでね、僕の補足説明終わるんですけども、けどね、全体的にすごくまとまってますし、喋り方も丁寧ですし、すごく分かりやすい動画なので、ラットプルダウンを始める方はぜひとも、この動画見ていただけたらいいかなというふうに思っております。はい、今回もね、こんな感じもありますので、またよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただければ非常に嬉しいですし、次の動画を作る励みになりますので、皆様ぜひとも何でもツッコミの結構なんでね、お前噛みすぎやなとかね、ちゃんと喋れというツッコミの結構なんで、コメントいただけたら嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。はい、さよなら。